第一章現代医学の病理観医学の病理観というと難しい言葉に聞こえますが要するに「病気とは何か?」という基本的な医学の考え方を意味しています。現代医学は科学を基礎に置いていますが科学には自然現象を扱う自然科学と社会現象を扱う社会科学があり現代医学は主に「 自然科学に基礎を置いていてます自然科学は数学、物理学、化学、生物学などに分類され目で見ることが可能で単位を決めて測定できる物質の状態や運動また目で見えなくても単位を決めて機械や器具を用いて測定できる時間や音や電気のような現象を扱います。目に見えずしかも機械や器具で測定できない。 霊魂や東洋医学の木などは自然科学が扱う対象になりません精神医学だけは特別で主に哲学や心理学などの社会科学に基礎を置いています現代医学で病気の基本的な成り立ちすなわち病理観を研究する学問の分野を病理学と言います病理学の判断材料になるのは健康人または病人の体の 目で見ることのできる肉眼的または顕微鏡的な形態の所見と数字により表やグラフなどで表現される物理化学的な分析値の所見です現代の病理学によれば病気は大きく次の5種類に分類されます第1話1000点以上で個体が分裂し成長していく過程で個体複製の情報伝達に誤りがある時に起こる疾患です 手足の指の数が多かったり少なかったりする奇形や遺伝子に異常があるために発病する色紋や血友病などがあります第2は代謝障害で体の中で行われる化学反応に異常があるときに起こる疾患です肥満糖尿病高脂血症痛風ビタミン欠乏症などがあります第三は循環障害で、 血液やリンパ液などの体液循環の異常で起こる疾患です。動脈硬化によって起こる心筋梗塞や脳梗塞、脳の血管が弱くなって起こる脳出血などがあります。第4は炎症で細菌感染などによる組織障害因子を取り除き組織の損傷を修復する反応過程で起こる疾患です。肺炎、気管支炎、胃腸炎、それに 結核など多くの種類があり、その原因も細菌やウイルスなどの生物的因子、また外傷や熱などの物理的因子、免疫反応など多くの種類があります。体語が主要で、体細胞の自律的かつ非合目的増殖で起こる疾患と定義されています。主要は良性と悪性に分類され、悪性の主要が。 一般的に癌と呼ばれていますその原因は現在でも完全には解明されていません現在の病理学では全ての病気がこの中に分類されます何も病理学的な所見がないつまり目で見ても顕微鏡で見てもさらに物理科学的分析をしても何の異常もなくしかも 精神に異常をきたす幻覚や妄想などの症状があればそれは精神病と診断されます代表的な精神病には統合失調症精神分裂病相鬱病転換神経症ノイローゼなどがあります脳や神経に出血や炎症など病理学的に明らかな異常がある場合は幻覚や妄想などの精神症状があっても精神病ではありません この場合は神経病ということになり精神科ではなく神経内科で扱います。